ところであのゆる言語学ラジオっていう巨大なチャンネルに私たち紹介していただいて、ああそれでなんかね、一晩でチャンネル登録者200人ぐらい増えてびっくりしたんですけど、ああ大変ありがたいですね。ねねあの番組っていうか、あのチャンネルはすごいですよね。あのー、私も大好きで見てたんですけど、ええ、あそれをあのこちらもあの見ていただいてたみたいで、大変ありがたいですね。ああ 私もあの,あの書いた本説置を一度紹介していただいたことがあるんですよ。あより言語学、ね、ラジオ、ね、そうなんですよ。<あ>はい。で、はい。あのそれを木にあの買って読みましたみたいなのもちょこちょことこう入ってきていて、もう絶大な力をあ。そうなんだななるほどね,ねなので、その言語学のその裾の おこれまでもあの井上さんも言ってるよ言語学ってこあの分かってる喋れてるものを何そのこうね深掘りしてやるのかっていうところで普通こう一般の方に入っていきづらいところなんですけどうこういうのこうね裾野をこう広げて、うんえー、もらえるっていう、ね、めちゃめちゃゃすごいね非常にああのー、ありがたいいと言いますかねゆる言語学ラジオもあの言語学会表彰した方がいいと思いますよ。あれあ か本当にあの、ね、広げて面白さを伝えるっていう、うん、あのポピュラライザーっていうんですかね、うん、とっても大事なあの仕事だと思いますけどね。われわれもちょっとそれ、一緒に乗っかってって言ったら、いやらしいですけど、<laughs> 乗っかって、言語学の裾野を広げる貢献をしたいなと思いまだからね、僕ね、ふと思ったんですけど、はい、あ歴史マニアってすごいいっぱいいるじゃないですか、日本史好きの人。 で日本史の本とかってものすごい別に研究者でも学校の先生でもなくあの歴史大好きな人いっぱいいるじゃないですか。あはい、か言語学大好きな人もっと増えてもいいんじゃないかって私は思っていや私ももういますね。はい、言語学へ、えー、だからそういうなんかあのアカデミックだとか勉強っぽいからみんな敬遠するかっていうとそうでない歴あの代表が歴史で。えーえー ああいうの大好きな人いるわけだから言語だってめちゃめちゃ面白いと思いますけどね。そうですね。まあ言語系だとやっぱりこう英語学習とかそっちにどうしてもぐっといっちゃう感じはあってあそこは非常広いんだ。そうだ。そこは裾野がねめちゃくちゃ広いっていうかうもう書けば必ず売れるみたいな。 われ、ねねまあ、我々もそういう系の話もしたり書いたりもしてますけど、はいまあ、言語そのものっていうのはなかなか。言語学の普及活動。そうですね、これはあの、はいこ、このチャンネル、YouTube チャンネルも一応そこをね、狙ってやっているっていう。言語学ラジオさんにあのついていかせていただいて、本当にあれですね。やっていきたいですね。あの前回ですね。 堀田さんちらっとコーパスによって男と女の言葉遣いの傾向を分かるんだっていう<あ>そういう、はい、ジェンダーギャップみたいなやつですねはいこれはもうあの事実として出ちゃうんで、はい、コーパスってやっぱりそういうもんだと思うんです、はい、でもあのやっぱりあの私みたいに社会系の言語学やってるまあ私だけじゃないんですけど社会系の,にあの言語学やってると結構それで批判されてることがあって うんうん、男女差はあるっていうのは、まあ、これはコーパスなんで、まあ、過去の要するに言葉遣いの事実なんで、これはもう事実なんだけど、その事実を、その差をことさらに言うことが、その男女差別を助長してんだ、お前の研究はみたいな、こ<ー>ういう言い方されること、やっぱりあるんですよね。だからりちょっと社会系の言語学の方があが、のー、いろいろそういう、なんていうんですか、責任を持つ部分も <laughs> ちょっと気を使う部分が。 ありますね,なりますね、まあ、例えば、あのー、アメリカの黒人英語なんていうのも、うん、まあ今ではだいぶこの研究もリベラルになってこう解禁された感がありますが一時期はやっぱりその研究をしているだけで、うん、必ず差が出ちゃうので結果としてはですね,ですねいわゆる標準英語と、うん、でその差を出して何したいのっていうような話になったりとか確かにね社会系はありますよね。言語って一見なんかの,んぽりの あの社会のあんまり関係ない感じがする何かね例えば文法の話とかっていうとねなんか関係ない話のような感じをする面もありますけど一方でやっぱり社会言語学になるとやっぱそういう意味で、まあ、ちょっとああのあの何、まあ、て言うんですかね あの社会にコミットしななきゃいけないいけっていう部分が、うん、社会系であるとか、まあ、社会言語学であの実際にはノンポリっていうのはありえるのかというようなところはやっぱりありますけどもねあ私もあの歴史的に社会的にやってる立場なんですけれどもここはなかなかこう難しいですよねうすこう中立を完全に保つっていうことは。えー 特にあの70年1970年代のアメリカ合衆国で、まあ、言語学の,、あのーそのまあ、さっきのジェンダーの話でいうと、まあ、多分その辺が一番活発に始まったところだと思うんですけど男の話し方と女の話し方使っている語彙が違うっていうことを1970年代に、まあ、やっぱり。 あの始まったんですけど、はいえー、ちょうどやっぱりそれがきっかけなのかそういう背景があってからなのかウィメンズ・レベレーションっていう要するに女性解放運動っていう時代背景があって、うんはい、やっぱり言語学がそういう運動の中に巻き込まれてったっていう気がありますね、うん。それはありますね。あの当時のね男の言葉女の言葉っていうのが一番やっぱりインパクトあったのは、まあ、ロビン・レイコフっていう人なんですけど、はい、要するに男は あの権力とか経済の中心を担っていてい女は男の従属物的なそういうあの言葉遣いになっちゃうんだっていう、うん、まあ細かい話すると長くなっちゃうんですけど、はい、そういうまあ図式の議論をしたんですね。うん、れでまあ当時の女性解放運動の人たちはそうだそうだっていう感じでもういわばそれでまああの運動を展開していったっていうありましたけど、うん、それがまあだんだん、うん。うん まあ時代が過ぎて,って90年代ぐらいになるとまた違う考え方も出てきて男と女っていうのはまあ確かに歴史的には男が女を虐げてきた女の方が不利益不平等だったっていう立場だったっていうのはまあ歴史的な事実だけどまあそんなこと言ってもしょうがないじゃないですかと男と女っていうのはそもそも何か違う話し方をしているとコミュニケーションのスタイルが違うっていう話し方をしたのがまあ90年代ぐらいに流行った、うん。<laughs> そういう考え方で、うん、これは結構あの音が、まあ、簡単に言うとこのチャンネル的に言うと男の方が独立的で女の方がコ,、うん、コネクション的ないやそうですね基本的なあこう社会言語枠でこの数十年言われてきたあことがまあそれに結実するような感じですかねそうそうそう それもねやっぱりそんなこと言ってるから、女を虐げてんだって、あんたの研究がっていうふうに、やっぱりそれも言われちゃうんですけど、うん、あの90年の、これあの、まあ、デボラ・タネンっていう人ですけど、この人の議論自体は、虐げてるか虐げないかっていうのはちょっと置いといて、うん、もう違うスタイルなんで、だから誤解し合うんだみたいな、そんな感じの話だったんで、話としては面白いんですよね。うん すごいですよ、ね。でも、多分。ね、だから、ね、なんか、あの、これ、ちょっと話長くなっちゃうな。<laughs> ちょっと、ええ、あの、<laughs> マクロ的に、今回はしますか。そうですね。はい、マクロ的に。で、まあ、最近だと、やっぱり、L. G. B. T. とか、いろんな、あの、性的な。指向性の多様性が言われるようになってきたんで。うん まあやっぱりますますそういうような言い方、研究といあのやりづるやりづらいっていう言い方正しいかわかんないですけど、まあ、やるのが適切だかどうかっていう議論はやっぱりありますよね。結構ありましたけどね、うん、あの要するに、あのゲイ,ゲイの、あのゲイコミュニティにおいての言葉遣いがどうかはいねえー、ありますよね。あのおねえこ言葉の研究とありますよね。はいあの ラベンダーリングウェスティックスっていう言葉はいはい聞いたことありますねなんかねそ本当なのかなと思いますけれどああいう紫色っていうかラベンダー色好む、うん、らしいんでああいう方々が、うん、っていうそれもなんかちょっと偏見じゃないかと私は思いますけど、うんうん、まあ偏見 現代の言語の,その、まあ、コーパスなんかも含めた社会的な方、ね、向での言語学でジェンダーがそういう扱いになってきたと、まあ、最先端のところではそうだというんですが歴史的にはむしろ、まあ、多分ん10年20年、えー、と方法論であるとかコーパスの構築みたいなこともタイミングなんかも含めて割とまだあの、えー、ふ古いと言いますかねあの男女差っていうのはかなり 活発に続いいてはいるんですよコーパスが作られてで書き手が例えばあの男だとか女ぐらいっていうのは分かることが多くて、うん、それをコーパスにこうタグで埋め込むと、はいはい、そうすると少なくとも今までできなかった量的調査ができるっていうことで現代の場合は、まあ、理論先行で、まあ、さらにポリティカルな話もあって巻き込まれていったのが あ、割とこう歴史研究では、最近もまだあの男女研究というのは、ありますねそ,すそれはあの<だ>いつぐらいまでのデータ使ってるんですかそれはあの、まあ、近代ですね。ですねそう、まあ、現代英語で1900年以降の話になると、まあ、おそらくもう現代のう言語の話とか、現代の社会の話っていう通じるんですけど、まあ英語詞はまあ大体1900年までですかね、近代という それ以前ですと結構まだやられてますね。やっぱり1900年代ぐらい前だと男の話し方、女の話し方っていうのは良くも悪くもやっぱり固定的なイメージ、うん。そうですね、まあ。歴史として見ているんですね。うんうん、1900年以降はやっぱり現代、今の話題なんで、まあ、みんなあ,のあ,ある意味デリケートでセンシティブにもなるしっていうことはあるかと思いますね。まあ今はねバイオロジカルには男だけど こっっっちの話し方を選択するてていいうう自由が大事だっていうやっぱりっ <laughs> なるほどそうですね、えー、やっぱりその男の話し方女の話し方のその男女ってどうやって分類するんですかっていうとやっぱり、うん、あの今の例えば1900年より前だったら当然生物学的に男か女かっていう区別でいるんでしょうけどねやっぱり今その選択があるっていう、うん、ある意味ややこしい社会になって。 そこがやっぱり難しくなっているところなんじゃないですかやっぱり違うんですね。違いますね。ただもちろんあの現代の理論ジェンダー理論みたいなものがもっとこう洗練されてくると歴史の方にもまた応用しようっていう動きは。 まああのそういう意味ではこう、ワンステップう遅くこう歴史研究には、やはり情報が少ないんで、昔のものはこの辺、面白いですね。やっぱり歴、このアプローチのやっぱり違いっていう感じがしますね。うん、リ,リングスティクスはあのー、どっちかというと堀田さんの方の考え方に近いと思うんですけど、あの一般的なリングスティクスは。社会言語学になると、やっぱりそれをやることで。うんうん どういう意味があるかっていうその,、うん、その研究のメッセージがどういう意味があるかっていうことをやっぱり考えるっていうのが、まあ、ある意味、まあ、それ自体もトレンドなのかもしれないですけど、まあ、あのちょっとしあのいや考え方とか研究の仕方が違っているっていうところはあるかもしれないですね。